美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀野、あ、秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。うぬは汎用か。よく顔を見せよ。うん、初めて見る光じゃ面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ感謝いたします。おい、知って、父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし、立派にいかれたのであろうな。まさか余が。負けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。寸縁山に栄えしよくやも、世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てようが。うつけ信長に伝えよ、新しき世の先駆けとなれと。はよいたせ、宵の覚めぬうちに。すげえぞ秀の爺。吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、四万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。